Vision was right all along. You are a major being. I mean, it's two free missions done. You know, I think it's good. The main mission, I think it should be done. Hopefully. And now it's joining me in this mission. そろそろ出発するぞ。 The mission started. Well, I think they could make it a little bit more harder since it's on demo. Overall, good job. Clear. Your
したね。さて、いきなりだけど、君は荒神ってどんな存在だと思う？人類の天敵、絶対の捕食者、世界を破壊する者。まあ、こんなところかな。これらは認識としては間違ってない。むしろ目の前にある事象を素直に捉えられていると言えるだろうね。じゃあなぜ、どうやって荒神は発生したのかって考えたことあるかい？君たちも知っての通り、荒神はある日突然現れて爆発的に増殖した。そう、まるで進化の過程をすっ飛ばしたようにね。なんか意味あんのかな。荒神の存在なんかどうでもよくね。そうかね。荒神には脳がない。心臓も脊髄すらありはしない。私たち人間は頭や胸を吹き飛ばせば死んじゃうけど、荒神はそんなことでは倒れない。荒神は考え、捕食を行う一個の単細胞生物、オラクル細胞の集まり。そう、荒神は軍隊であって、それ自体が数万、数十万の生物の集まりなのさ。そしてその強固でしなやかな細胞結合は、既存の通常兵器では全く破壊できないんだ。じゃあ君たちは荒神とどう戦えばいいんだろうね。それは、人気でとにかく切ったり打ったり。そう、結論から言えば、同じオラクル細胞が埋め込まれた生体武器、人気を使って荒神のオラクル細胞結合を断ち切るしかない。だがそれによって無産した細胞群もやがては再集合して新たな個体を形成するだろう。彼らの行動を司る司令細胞群、コアを摘出するのが最善だけど、これはなかなか困難な作業なんだ。人気をもってしても我々には決定打がない。いつの間にか人々はこの絶対の存在を極東地域に伝わる矢をよろずの神に例えて荒神と呼ぶようになったのさ。さて、今日の講義はここまでとしよう。荒神についてはターミナルにあるノルンのデータベースを参照しておくこと。いいね。That was overall fun. Maybe there's more in the trial version. Oh, there is. Hey, new character. Let's see what other missions await me next time. Oh, yeah, two new missions, and they're free as well. Let's have the Immortal Tales. I'll do it next time.